皆さんこんにちは。どうもクリスティアーノです。はい、久しぶりの動画配信になります。ですね、ここでですね、皆さんに一つお願いがありまして、見ていただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。あとですね、高評価もいただけると嬉しいです。はい、前回なんですけど、TOTY の時に、TOTY の選手が出るまでガチャを回すっていう、とんでもない企画をやったわけなんですけども、今日はですね、ワンズトゥーウォッチが来てましたので、こちらのアルティメットパックを5発引いていきたいと思います。はい、それでは早速引いていこうと思います。はい、ワンズトゥーウォッチということで、いろいろなパックが来てますね。どれも魅力的なパックなんですけども、どちらかというとやっぱりアルティメットパックを引いて一発でかいのを当ててみたいと思うので、ここはアルティメットパックをちょっと5回引きますんで挑戦していきたいと思います。最近なんですけど、結構オンラインシーズンとか、ウィーケンとかやってて、結構コメントでクリスティアーノさんと戦いましたよとか最近いただけてめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんどんどんコメントしてください。前振りはちょっと長々となってしまいましたので、早速引いていきたいと思います。それでは運命の一発目、ブラジル。1回目はちょっと爆死パックでしたね。ただあと4回ありますので、なんとか当てたいですね。それでは2発目、お、黒きましたね。スペイン、ファールバック、おー、ファンフラン、これは嬉しいですね。これは嬉しい。即クリスチャン TV のレギュラーです。今カルバハル使ってるんですけど、右バックに。これはもうファンファン確定ですね。レギュラーおめでとうございます。何がお店でございますかちょっとわからないんですけど、おー、まあ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 、これは遺跡リストに送っといて、残り3パックになりました。運命の3発目、
きましょう。これも黒。スペイン SP。 誰だこれは。ちょっと存じ上げない方ですね。残すとかあと2回っていうことで、ちょっとこれは厳しい戦いですね。ラスト2いってみましょう。アイコン欲しいですね。出したことないんですけど、これはノーマル。マノナス。厳しいっすね。これは厳しい。ラストパックです。さあ行ってみましょう。おお、ベール来た。マジか、マジか、マジでやばいろこれ。うわー、マジか、初ベイル。これはもう超嬉しいですね。これはでかい。ベイルか、使ってみよう。この国旗がもうベールってもうね。これはもうアグエロとかデブライネ以来のゴールドレアでいい選手が久しぶりに出ました。おお、カゼミーロ来た。マルキージョ、サラ、これはもう当たりでしょう。このパックはですね、 FIFA ポイントが550ポイント最後残ってるんで、プレミアムゴールド選手パックとプレミアムゴールドパック引いて、終わりにしようかと思います。じゃあプレミアムゴールドパック引きます。これは光らないですね。ベールは嬉しいですね。ホットマジで嬉しい。初ベールですね。ホットはい、ラストプレミアムゴールド選手パック。あー
まあ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 、今日は全然いいです。おお、ジェスス、最後にジェスス、まあいいんじゃないですか。ジェススって今いくらですか。ああ、安くなりましたね。1000円ぐらい。まあまあ、ベールが出たんでいいです。はい、ですね、動画もちょっと短いんで軽く今のチームを紹介するとこんな感じですね。メッシのとこに今さっきベイルが出ましたんで、ここをどう使うかっていうところですか。ファンフランはファールバックで使おうと思います。最後に、アルティメットパック5回引いて当てた選手をおさらいしますと、ファンフラン出ました。そしてベイル、カゼミーロ、でマルキージョ、こんな感じですかね。目玉的な感じの選手は、はい、こんな感じでバック開封終わりましたが、よかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。